どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですねプラス 1% してくれるということでかなりね人気のあったキャッシュカードについてなんですけども、解約がね発表されましたので、こちらの解説ねやっていきたいというふうに思います。ということで今回の動画はですね、こちらのキャッシュですね、こちらプラス 1% してくれるということでかなり人気があったわけなんですけども、こちらね解約が発表されてしまいましたので、今回の動画でですねこのキャッシュの解約とですね、まあこれに代わりになるものって言ったらあれなんですけども、おすすめのねプリペイドカードもですね一緒にね解説していきたいというふうに思います。それはですね今回発表された内容についてなんですけども、全部でね4つ発表がありました。でですね読み上げさせていただきますけども、銀行口座からの指定日自動入金がスタートいたします。またね登録カードを使った指定金額入金機能の廃止、またねゆうちょ銀行の接続再開および住信 SBI ネット銀行の接続開始とですね、決済時のポイント還元率の一部変更ということで、この4つがですね発表されました。でですね1つずつね見ていきたいなというふうに思うわけなんですけども、まずね銀行口座からの指定日自動入金スタートということで、まあこちらについてはですね説明いらないかなというふうに思うわけなんですけども、銀行口座からね指定日に自動入金機能がね実装されるっていう形になっております。こちらはですね2月4日から開始になるというふうになっております。次にですね登録クレジットカードの指定日入金機能廃止ということで、今までですねチャージしようと思った時にですね指定の入金金額ね、決めてクレジットカードからねチャージすることができたわけなんですけども、こちらがねできなくなるっていった形になっております。こちらも2月4日から開始というふうになっておりまして、次にですねゆうちょ銀行の接続再開および住信ネット銀行との接続開始ということで、こちらもね2月の4日から開始になるわけなんですけども、こちらがね利用することができるっていった形になっております。でですね今回のね話はこれがメインという感じなんですけども、決済時のポイント還元率の一部変更ということで、こちらね2月の10日からね実施されるっていう風になっております。でですねこちらがねその詳細についてなんですけども、2番目の項目ですね、決済のみに利用できる残高ということで、こちらですねクレジットカードがですねチャージした残高もこちらに入るという形になっておりまして、2021年1月現在ですね 1% の還元がですね月500ポイントがね取れてたわけなんですけど、2月10日からですね 1% が 0.2% になるっていう感じなんですよね。いやねかなり落ちますよね。本当にね残念だなというふうに思ってるわけなんですけども、今まではですね仮に楽天カードからキャッシュにチャージしてですね利用していた場合はですね楽天カードの還元率 1% が取れて、またねキャッシュでも 1% 取れたということで、合計ね 2% が取れたわけなんですけども、今後はですね楽天カードからチャージして利用した場合はですね楽天カードから 1% が取れてですねキャッシュからは 0.2% ということで、合計ね 1.2% まで落ちてしまうっていった形になっております。またですね1月の上限がですね今までね500ポイント取れてたわけなんですけども、2月10日以降はですね月100ポイントまでということで、かなりね厳しい感じになりましたよね。100円分っていう感じですからね。でですねキャッシュにクレジットカードを紐付けてですね残高が足りなくなった場合にですねオートチャージ機能を使ってですね利用できる機能に関しては、今後もね利用することができるわけなんですけども、還元率はですね今回の解約が適用されるというふうになりますので、こちらもね1.2% 還元っていう風になりますんで、この手はね覚えておいていただきたいなっていう風に思っております。またですねこちらの表の一番上にあるね決済送金出金に利用できる残高っていうのがねあると思うわけなんですけども、こちらはですね銀行口座からだったりペイジーやセブン銀行でチャージした分っていう風になりますんで、こちらのね銀行口座とかねペイジーとかで入金した残高に関してはですね 1% で月1200ポイントまで獲得することができるっていった形になっております。ということで今回のねキャッシュの解約でですね今まで 2% まで取れてたものがですね 1.2% まで
ね落ちてしまうというふうになりますんで、まあ、個人的にはですね今後ね利用することはねなかなかないかなっていうふうに思うわけなんですよね。ですけどもまだね利用する機会があると思うのはですねキャッシュっていうのはですねクイックペイにね対応してるんですよね。ですのでクイックペイにね対応してないクレジットカードをキャッシュにね紐付けて利用するみたいなねそんな感じでは利用する機会がねあるかなというふうに思います。またですねキャッシュっていうのはこのリップルマークっていうんでしたっけ、こちらの Wi-Fi マークみたいなねありますよね、タッチ決済ができるマークなんですけども、このキャッシュはねタッチ決済にも対応してるっていった話になりますので、ちょっと前にですねスキアのキャンペーンとかねタッチ決済のキャンペーンありましたけども、まあ、そういったねキャンペーンがある時にはですね利用するかもしれないなっていう感じなんですよね。まあ、一応ですね私も有効期限がね確か5年だったと思うんですけどもありますので、それまではですね保有してですねキャンペーンなんてね狙って利用していきたいなっていうふうに思っております。でですね今現在ですねクレジットカードからチャージした残高がね残っている方に関してはですね今回のこの解約については適用されるのはね2月10日からというふうになっておりますので、2月9日まではですね今まで通りね還元が受けることができますので、それまでにですね利用していただきたいなというふうに思っております。それでは次にですねキャッシュがね還元率が落ちてしまいますので、個人的にねおすすめなプリペイドカードね紹介していきたいなというふうに思うわけなんですけども、私がねおすすめしたいなっていうプリペイドカードはこちらですね、結構ね登場しているこちらは au ペイプリペイドカードというふうになっておりまして、あともう1枚ですねこちらの d プリペイドカードですね、こちらは両方ともですね入会手数料発行手数料ね無料で発行できるプリペイドカードというふうになっておりまして、まずね au ペイプリペイドからね紹介していきたいなというふうに思うわけなんですけども、クレジットカードからですね au ペイにチャージしてですね基本ね 1% の還元がね受けることができますし、またね au ペイプリペイドカードを使った時にですね 0.5% の還元が受けることができるっていった形になっておりますので、じゃあね 1.5% ね取ることができるっていった形になっております。またね au ペイプリペイドに関してはですねアメックスのねクレジットカードからチャージもね対応しているっていう風になりますんで、ポイントはね半減してしまうんですけども SPG アメックスとかですねアメックスのクレジットカードからもチャージすることができるっていった形になっております。またですね au ペイプリペイドカードはですね外貨決済手数料がねかからないレボリュートカードっていうねプリペイドカードにもチャージすることができるっていった形でおすすめっていった形になっております。なんですけどもこの au ペイプリペイドっていうのはですね一つね難点がありまして、発行条件というものが、ね、ありまして、 au の回線を持たれている方、またですね自分銀行の口座を保有している方でないとですねこの au ペイプリペイドっていうのはね発行することができないんですよね。ここはねちょっと残念なんですけども、私はね au 回線ね持ってないわけなんですけども、ちょっと前のキャンペーンですね自分銀行の口座開設しましたので、それでね保有させていただいているわけなんですけども、個人的にはですね QR コード決済の au ペイともですね残高がリンクしていたりとかですね、結構利用しやすくてですねおすすめっていった形になっております。またですねこちらの D カードプリペイドカードですね、こちらもクレジットカードで 1%、 またですね利用で 0.5% 還元がね取れるっていった感じになっております。またですねこの D プリペイドカードはですね D ポイントからもチャージしてね月1万円までしかねチャージすることはできないんですけども、ポイントをですねクレジットカードのようにですね利用することができるっていった形になりますので、 D ポイントねたくさんある方はですねポイントサイトのポイントを D ポイントに移行してですねチャージすることもできるっていった形になっておりますので、個人的にはねかなりおすすめっていった形になっております。でですねこちらも注意事項がありまして、 D カードもしくはですねビザグループのクレジットカード以外からですねチャージしてしまうとですね1回チャージすることにですね手数料がね取られるっていう形になりますんで、この点はね覚えておいていただきたいなというふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですねキャッシュの解約についてね解説させていただきましたけども、
数年前にね発行が始まった時ねすごいね人気になって話題になってですねすごいすごいみたいな感じになったわけなんですけども、ちょっとね還元率が今回ね解約っていった形になりますんで、まあ、利用される方ねかなり減るのではないのかなというふうに思っております。ひとまずですね残高残られている方はですね今回の解約2月10日にね適用開始というふうになりますんで、2月9日までにですねクレジットカードからねチャージした分に関してはですね使い切るようにねしていただければなというふうに思っております。今回の動画はねこの感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルはですねこういった ALA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マルットボンボホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますのでチャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。